獅子屈字は、大阪府片野市にある高野山真言宗の寺院。三号は、広島山。本尊は、薬師如来。生駒三階の広島山中に位置する。山内には、事号の由来となった獅子が吠える、形の岩もある。大爆像、ガツタンによる獅子屈時記によれば、当時は、文武天皇の頃、縁の行者が解散し、聖武天皇の直命により、行記が、 今後繁栄クスの事業で創建したとされる。天朝年間には空海が当地で仏言仏もの手法を行ったという。永昇四年、宋、う真海による四死屈辞演技も縁の行者曹操を伝える。当地は平安時代にはカツの主言の山岳霊場となっていた。新五線和歌集には成人方神能が当地の 父の岩屋にこもりはべりける寺に読んだ歌が残されている。鎌倉時代に一時衰退し、亀山上皇の紀恵により14世紀には復興するが、な元年に焼き打ちに合い前山残12位を消失した。これは、大阪夏の陣の際に当時が、豊臣味方への火星を拒否したためであるという。現存する薬師如来像は、達中騎士院の奉仕の尽力によって、難を逃れ、 一時大和国に避難していた。その後、寛永年間、泉牧雄山寺の光影により再興され、現在に至っている。薬師如来像、薬師如来東部観音岩、郵便番号576-0004大阪府、片野志市三市市2387、ありがとうございます。